阿部というもんですが、少々お尋ねしたいんですがね、お宅はスズメを扱っておりますでしょうか。やめていただけますか。お願いします。ダメダメダメ、ちょっと何か言ってよ、スズメさん。何も言うことなし。夕刊どうしてくれんの、夕刊。今朝な、うちの息子が睡眠薬飲みやがって。あんたのガキじゃ。お子さんじゃ記事になりませんな。すいません、またまたそんな怖い顔しちゃってさ。ねえ、一言お願いしますよ。一言お願いしますよ。ねえ、ますよ。おら、ねえ、すいません。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 止まってるやつですよ。あんたとわしと
コンビ組んでから何年ぐらいになるぐらいな。なるほど。そう。13、4年ってとこですか。うん。お宅でどっか扱ってるような店。まあ長い間やっとるけどもな。こういう人をおちょくったような事件は初めてだから。はい。ありがとうございました。じゃあもしこの件で何か新しい情報がありましたら。取り合いを片っ端から当たってみたんですが、スズメはどこも扱ってません。お手上げですよ。うん。親父さん、やはりオーマイベビーだけではどこのレコード会社もわからんそうです。スズメもダメ、オーマイベビーもダメだとしたら、そのモンタージュだけじゃどうしようもないですね、これは。こら、相川。はい。なんていうの、お前、10年早いよ、10年。すいません。吸いすぎだよ。失礼します。免許証を拝見します。ご親族には大変お気の毒ですが、強盗事件が発生したので中を改めさせてください。相川。はい。
ニューラブカントリーに行くときはあのような大きな船で。若者たちの大移動だ。現代の奇跡が実現するんだわ。いや、奇跡ではない。今の月光仮面、まさか。よし、行こう。はい。暗闇のあるところ、必ず月の光さす。うるせえ！出てこい！出てこい！くそ、5億円も取りやがってか。そんなに。他に何かないか？あ、ですから霊柩車から多数の指紋を検出しましたが、前のあるものはありませんでした。はい、お疲れさん。あ、おやさん、この霊柩車非常線を通過したやつと同一車です。ナンバーが一致しました。おさん、そんなこと分かっとるやないかい。お前な、あんまり大きな声出すなよ。表の分野がびっくりするやないか。すみません。しかし、どうやって逃げたんですかね。わし、そんなこと聞くな、アホ。あ、ダメダメ。水上警察の応援で川崎横浜はしらみつぶしに当たりましたが、何ら手がかりはありません。あお。なんだとさ、やっぱりここか。お前なんぼ義理の息子や言うたかてな、本庁までのこ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 入ってくるな。文化部やろ俺。
今取材中のニューラブカントリーとそれから最近の若者たちの家出の増加、この関連がちょっと気になりましてね。なんじゃそのニューラブカントリーというのは。正体はまだはっきりつかめないんですけどね。もう今朝もそれでデスクから嫌っていうほどどやしつけられましてね、もっと派手な記事を当たれって。俺がデスクやったらお前なんか即刻どっかへパッと島流しや。被害総額15億円、レッドマスク団の目的はいかにですか。毎朝新聞の文化部の記者で豊橋康介という男です。文化部、我々のニューラブカントリー協会を取材したいと申し出てきたので断りましたところ、連日こうして見張ってるんです。野郎ほっとかして。相手にするな。少し様子を見よう。月光仮面、いつまで会議してるのかしら。それ月光仮面なんていうわけのわからない奴に金を奪われたんだ。先生だって黙っちゃいないよ。クソあの野郎、今度出てきたら殺してやるんだ。でも月光仮面って一体何なのかしら。小原さん、こちら来てたんですか。大丈夫ですか。またコウモリのやつだよ。ここコウモリ多いんですよ。それにしても小原さんって運動神経発達してるんですね。ジョージ・小原、30歳。3年前アメリカから帰ってきた自然科学者です。ニューラブカントリー建設準備のため島で研究を続けさせてる男です。よし、次の計画に移ろう。キムシャド王国ラジャニー王子、その胸に輝くダイヤは時価十数億テカレ、異例の警備員による24時間完全護衛で、可能性はある。3月8日午後3時から4時、1時間のみ。はい、捜査本部阿部です。松田警部ですか。レッドマスクの件で。ええ、あの、失礼ですが、お宅は。ですから、お名前を言っていただかないと。あ、もしもし、私が松田やけども。現金輸送車から奪われた5億円お返しする。あんた誰。ただし、手数料として 10% 差し引かせていただきます。 10%? で、場所と時間は。明日午後3時、銀座何丁目。
ね、200円だよ。でね、この上がね、300円。どうこんにちは。今日はどうしちゃったの？そんな派手な格好しちゃってさ、お休みだったの？いやいやいや。ずるいな。よ、また。うん。僕のこと。さ。ねえ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 、のぞみのお父さんって本当に刑事さん？そうよ。なんで？ちょっと向こう行けよ。お父さんここで何やってんの？いいから待って行ってくれよ。あっち行ってくれ言うてるよ。もうやるから早もと行け。どうしたのお父さん？いいからいいから。サンキューお父さん。ありがとうおじさま。母さんには内緒ね。やがまし。Thank you.
さん、金ですよ。あ、しょうがない、わけばやろ。すみません。マサト、あいつ。すいません。主任、メモ。松田警部殿、日夜における熱意に慎んで進呈、ただし手数料として 10% 差し引かせていただきます。月光仮面。去る3月5日大田区久ヶ原環状8号線路上において、通称レッドマスク団によって強奪されたる現金5億円は、本日午後3時、月光仮面という名のもとに 10% を除く全額当局に返還されました。 10% を除く全額っていうのはどういう意味ですか？要するに、正確に 10% 差し引かれておったということです。つまり我々の手元へ戻ったのは、残りの 90% ということです。つまり5億円全額ではないということですね。そうです、4億5000万です。で、その理由は？一応手数料ということです。手数料？ダメじゃない、ね、いかがですか？ちょっとキザよ。あの格好さ、タケノコ族なんか真似すんじゃない？懐かしいですな。確か22、3年前ぐらいでしたね。そうですね。当時は我々のヒーローでしたよ。現在には彼ほどのヒーローはいませんからね。ゲイコーカーメン？ノーノー。ムーンマスクライダー。ムーン？あの月光仮面が 10% 手数料を取ったというんですけれども、どう思いますか？いくら強盗からだって言ってもね、 10% ピンハネしちゃうっていうのはやっぱり犯罪じゃないですか。警察一体どうするつもりなのかしら。昔と違って、まあそこらが現代的なんじゃないですかね。お嬢ちゃんは月光仮面好き？大きくなったら月光仮面になりたい。でもね、月光仮面は男の人なのよ。じゃあお嫁さんになる。どうもありがとう、どうもありがとうございました。ねえ、お父さん、月光仮面って一体誰なの？それではスタジオの渡辺さん。どうもご苦労様でした。それでは望みあったら、会社とどんな人だと思う？時価きっと素敵なおじさまだと思うわ。はやてのように現れて、はやてのように去ってゆく月光仮面は誰？おはようございます。おはよう。解明されることと思います。おい、行ってきます。マサト、ちゃんと食事して行きなさい。どこの誰かは知らないけれどと、あれは学校行っとるのか。ちゃんとろくでもないことばっかり夢中になっても、何や昨日のあのくねくね踊りは。相変わらず差し伸べられる目処のないまま、すでに1ヶ月が経とうとしています。なお東京都ではこの事故についていまだ原因に不明な点があるとして、都市災害救済法を適用できるかどうか工場管理者等から事情聴取を再び行うことにしております。そこにいる人どうしたの？
今にも涙がこぼれ、そうだよ、俺にはそんなに力はないが、よければ話をしてごらん。坊やたちの幸せのために月光仮面。会社に5000万円だってよ。どうも実感が湧かないですね。自分も素直に受け取れんです。問題は月光仮面の足取りや。これ一遍おて事情聴取の必要が絶対あるな。はい。それにしてもレッドマスク団の連中腹の中に煮えくり返ってんでしょうね。ヒューマニズムのバーゲンセールか。体制と手を組んだ正義など問題にするには及ばんよ。月光仮面の野郎、蹴散らすのみだ。黒木さん、なぜ黙ってるんですか。いや、黒木さん、あんた月光仮面のことが、奴が単に警察の手先ならば何も恐れることはない。しかし月光仮面、我らの敵であることは間違いない。奴は単なる横取り屋だ。それにしてもだ、例の歩行者天国の中に必ず怪しい者がいたはずだ。ピエロか、ぬいぐるみか、ロックンロールの男、ひょっとして例の文化部の記者か。もうよい。月光仮面など誰であってもよい。邪魔になる者は消していくだけだ。
北条寺凶作、政財界を裏で操っているほどの金貸しだ。現金およびダイヤの宝石などを合わせると少なくとも10億の金が金庫の中に眠っているというのが確実な情報です。こんな奴がまかり通る政治体制そのものをぶち壊すべきだ。そうだ、我々の理想のためにはそうすべきだ。先生、島の若者たちからえりすぐって我々の行動に加えましょう。ちょっと待ってくれ。理想のために手を汚すのは我々だけでいい。黒木さん、甘いぞ。手も汚さず理想を夢見る、そんな馬鹿げたこと黒木さんこそとうの昔に捨てたはずだ。だから我々はそれでいい。だがあの若者たちは別だ。別も何もないでしょう。我々も若者たちも理想は一つ、全て一心同体ですよ。それにもう絶対に失敗は許されませんからね。手を汚させるには彼らはまだ幼すぎる。黒木さん、成功させるために若者に一人や二人。何を言うんだ。もういい。そこまで黒木が言うのならここは黒木の考えに従おう。島へ行け。誰が怪しいとも限らん。他の者は一歩も島から出すな。牧村を呼び寄せ行動に移れ。はい。しかしおかしいですね先生。国税庁が査察するなんて、しかもこんな真夜中に。インチキ情報じゃないですか。君そんなことはいいから急ぎたまえ。国税庁なんてものはね、どうせピンハネ専門なんだから、人が正直一途に死ぬような思いをして作った金をだよ。君たちが死ぬなら。
先生、どうしたんです？月光、姿を現せ。なんだあの音は？あのオートバイの音。月光仮面。黒木さん。俺はこのままで戦う。正義とは一体何なんだ？お前たちは愛のためなら何をしても許されるというのか？言うな！貴様などに我々の高邁な理想が分かってたまるか！
貴様は正義に名を借りたただの横取り屋ではないか。何とでも言うがよい。私は愛の助っ人だ。られなかったって東条さん、それはないでしょ。それじゃまるでレッドマスク団はお宅の書生さんと喧嘩しに来ただけみたいなもんじゃないですか。そう、全くエネルギーの無駄ですわ。それだけのエネルギーがあったらなぜもっと正しい金儲けのために使わんかということですわ。いやね、書生たちの治療費もなかなかバカにならんのですよ。もっとも医者なんてものは泥棒に銭を投げつけるようなもんだからね。明日にでも鈴木君によく言っておかなくっちゃな。鈴木君とおっしゃるのは。先生、早速明日総理のスケジュールを調べてみましょう。そうしてくれ、うん、おちょくってもらうとどうもならんのですがね。レッドマスク団が何も取らんと帰るわけないんだよ。それとも東条さん、何かうかつにしゃべるとお困りになるような事情のある金でもありですか。失礼なこと言うな、君。なんだ君、それじゃ私がまるで恥じゃないですか。加害者はあくまでもレッドマスク団なんだ。ね、そうだろ、松田君。そう言いましたね、あなた。うん。おやさん。あの灯籠から血のついた指紋が発見されました。よし、徹底的に調べろ。絶対に手がかりすんね。はい。松田君。東条寺さん、実は国の福祉事業部から報告が入りまして。何、福祉事業部？そうなんですよ。全国の老人ホームや孤児院を含めての養護施設にあなたの名前で寄付金が。え、何、寄付金？わしの名前で養護施設に寄付金？え、はい、もしもし。月光仮面。なんだね、要件は。昨夜取られた金が間もなく手元に戻るだろう。金が戻る。いや、ありがとう君、感謝するよ。ただし手数料として 20% 差し引き、養護施設に寄付した。 20%？ あ、そりゃあんまりじゃないか君。 20% は高いよ。これまで 10% の手数料がなんでわしんときになって 20% になるんだい。わしゃね、長年金融業をや、いや小売貸しをやっとるがね、2割なんて利息は君取ったことがないよ。それあんまりだよ、アコギだよ、侮ってるよ。実は昨夜盗まれた金は全額無事手元に戻りました。どういうこと。それで東條さんはそのお礼の気持ちを込めて、そのうちの 20% を全国の日の当たらない施設に寄付されました。じゃあいいことなさいましたね。いや私もね、金がね、今日このことあるを期していたんですが、たまたまそういうことになったということで、これはまあ当然のことですわな。それはいいことをなさいましたね。美談だね。美談。参ったね。美談。助っ人、月光仮面。
黒木、何を苦しむ。もはや猶予は許されない。月光の存在と力は確かに侮りがたい。月光とは何なんだ。正義。正義そんなものは偶像だ。ニューラブカントリーの理想の前には無意味な存在。それではあなたの言うニューラブカントリーの愛とは何なんだ。黒木、今さら何を言う。あのオートバイの連中は何だ。あのオートバイの連中とトミーの死をもっても得ようとするあなたの愛とは何なんだ。あなたは私を騙した。死をもってまで得ようとするあなたの愛とは一体何なんだ。トミーは、トミーは誰に殺されたのでもない。我々の理想の前に立ちはだかる敵、月光仮面に殺されたの。すり替えるな。あなたと二人でやったんだ。蜂の巣のように三段をぶち込んで。黒木、月光をやれ。それが我々の進む道だ。最後に言う。島から若者を呼び寄せ、月光を壊滅しろ。断る。もうこれ以上若者たちを犠牲にはしたくない。計画は失敗に終わったって本当なんだろうか。もしかしてまた月光仮面が。よせよ、あいつのことなんか。しかしなぜ黒木さんは僕たちをメンバーから外したんだろう。きっと私たちのことを心配して。よし、俺は今から先生に会いに東京に行く。僕も行く。おやさん、登場事件の例の指紋が割れました。何。いや、黒木孔明といってかつて過激化学生で東都大学の学生行動に立てこもった一人なんです。その後アラブのコマンドと結びついたりアナキスト運動に加わったりしたあの黒木か。ええ、いや5年ほど前国外へ出たっきり公安の方でも足取りがつかめないそうなんですよ。黒木は脱落した。愛とは勇気だ。彼には勇気がなかった。戦うべき相手を見失ってはならぬ。今こそ全ての力を結集するのだ。そうだ、戦うのだ。月光をやるんだ。殲滅せよ。でも黒木さんがいなくては。言うな。私はお前を信じ、お前の力を信ずる。行動するのだ。先生。先生。尾形、片貝、先生の期待に応えてくれ。若い者たちの先頭に立ってくれ。はい、先生。僕はちょっと遅れてくよ。それじゃあ私たち先に行きます。めぐみ、君の理想は一体何なんだ。幸せになることです。つまりニューラブカントリーを実現させること。
怪しい奴は全て殺せ。この男じゃ。どっかで見たことがあると思うたんで、お前の写真やったか、やっぱり。おい！ねえ、ちょっと、この男はどうかしたんですか？どうもこうもあらへんがな。レッドマスクの一人じゃ。出かけるで。私はお前を信じる。黒木は脱落した。脱落者は抹殺するのだ。竹林憲法の本当の姿は何なんだ？せめて若者たちだけでも。あなた、まさか。
これぞれ、そんなもん。はい、連れてけ。なんだこりゃ。くそ、ここにおったやつらどこへ消えてしもたんじゃ。木村さんもみんないなくなった。なのにどうしてみんな平気でいられるの？黒木は脱落者だ。尾形さんや片貝さんは？あの二人はニューラブカントリーのために身を挺して戦ったんだよ。違う、私たちはレッドマスクとして一緒に行動したのよ。お前気でも狂ったのか。あんな強盗団と関係があるはずないじゃないか。あなたたちは何も知らない。何？私たちはみんな一緒。めぐみ、お前竹林先生を侮辱するのか。竹林先生の理想は絶対だ。帰ってきたか。帰ってきたか、牧村。帰ってきたくはなかった。仲間が死んでいった。富、黒木さん、そして長次。もうこれ以上若い人たちだけは巻き込まないで。私は誰をも強制しては来なかった。私を信ずる者がついてきたのだ。だがもはやそうはいかない。月光仮面、そんなに月光仮面が。月光仮面は死んだ、お前の目の前で。犠牲を恐れては前進はありえない。前進なくしてニューラブカントリーの実現はない。ニューラブカントリーの実現なくして愛はありえない。仲間を死に追いやっていくあなたの愛は、もうこのままでは一歩も前進できない。牧村、もはや戻ることは不可能だ。脱落も許されん。それでもと言ったら。
殺す。黒木さんのように。行く子。どこまでもお前を連れて行く。たとえ死骸となったお前でもだ。戦争が終わって、私はやっとの思いで再びこの日本にたどり着いた。何も残っていなかった。家も家族も。ある月の晩、赤ん坊の泣き声がして、お前が捨てられてあった。丘を駆け下りてゆく少年の姿が見えた。両親を失った少年には小さい妹のお前と一緒に生きていく力がなかった。お前はそういう星を背負っているのだ。わかるか？私がニューラブカントリーに一番住まわせたいものがいるとすれば、行く子。それはお前だ。私は不滅だ。牧村、国から1,000万ドルの金を奪ってこい。そうすれば命は助けよう。命と引き換えに1,000万ドルというのは本当かね。ニューラブカントリーを手入れした際に
大勢の若者がいたことは間違いありません。しかもその後行方がわからないということは、人質にされている可能性が十分あります。これは国家権力への挑戦だ。しかし一旦は妥協せざるを得まい。仕方ない。若者の生命の安全が第一だ。万全を期して1000万ドルは早急に揃えよう。松田君、その代わり若者たちの生命の安全はもちろん、この機会を逃さずレッドマスクの逮捕に全力を挙げるんだ。はい、絶対に。それで受け渡しの場所は。はい、今夜12時1000万ドル東京球場で受け取る。松田警部。はい、松田やな。中央入り口より入れ。末政だ、全員中央の入り口向かえ。グラウンドへ向かえ。若者たちの命の保証はどうなっとるんだ。それがなかったらただこの金を渡すわけにいかんぞ。そうだ、若者を助けたかったら進むのだ。保証の方が先が言うとるやろ。お前一体誰や。進むのだ、それしかあなたにはない。
まれ。トランクを置き、そのまま下がれ。アホなこと言うな。みすみす1000万ドル、ただやれん言うとるやろ。若者たちの生命の保証は。1000万ドルは足すのが先決だ。早く置け。松田警部、あなたは何のために1000万ドル持ってきた。若者たちを助けたかったら、その金を置いてそのまま帰りなさい。愛の国の建設、ただこれ一つ、我らの理想の国、ニューラブカントリーの実現なくしては、諸君の太陽のごとく輝く純なる魂は、ただなすこともなく、
屈辱の引き身にうずもれるのみではないか。不条理、愛は強し、勇気を持て、杯を高く掲げよう。そして唇に、杯を唇に、杯を唇に。今こそ我らの愛の団結が試される時だ。時は近し、ニューラブカントリー、ニューラブカントリー、ニューラブカントリー。我らの正体はこれだ。君たちに毒杯を飲ませ、自分だけは生き延びようとしている。今こそ時間に目覚めよ。ここを立ち去るのだ。そして真の勇気を持って生き直せ。さあ行くのだ。若者たちはすでにニューラブカントリーへ旅立った。ニューラブカントリーへ旅立った。そう、命と引き換えに。命と引き換えに。じゃあこの1000万ドルは何のために。若者たちは喜びのうちに死んでいった。それしかなかった。だが私は滅びてはならない。さあ行こう。新しい愛のために。
私は血を分けた親子のようにお前を育ててきた。ニューラブカントリーはそのためにあった。お前は私の愛の手を振り払おうとしている。私の愛を取るか、それとも
正義が勝つか、私の愛が勝つか、どちらかが滅びるのだ。さあ、あの男は何もしゃべりません。また遅かったか。おやさん、若者たちは続々と地元の署に収容されています。しかしあの肝心の竹林憲法とレッドマスクはどこへ消えちまったんですかね。また振り出しか。すごろくじゃあるまいし。父さん、父さん、どうも。またお前、文化部はなんでこんなところにのこのこ出てくるねん。おい待ってくださいよ。ほら、僕の写真が重要な手がかりになったでしょ。デスクがノリに乗っちゃってね、今やもう花形記者ですよ。勝手なことばっかり言いやがって。お前もな、義理の息子やったらそろそろ親父の気持ちぐらい分かれよ。すいません。了解。この裏のガラ山にヘリコプターが一機炎上、墜落したという連絡が入りました。どうやらニューラブカントリーの競争、竹林憲法が乗っていたらしいですよ。あれ、父さん、何です、あれは。愛と平和が人々を包んだ時、正義の助っ人はいらなくなるでしょう。その日が来ることを願って、ご健闘を祈ります。月光仮面、松田警部殿。やっぱり月光仮面か。ということはまた先越されたってことですか。おやさん、月光仮面って一体誰なんでしょうね。やっぱり月曜日の使者か。そりゃないですよ。やがて人類が月で暮らそうって時代ですよ。しかし一件落着となると何はともあれ、嬉しいような、寂しいような。月光仮面は誰でしょうね。月光仮面さんか。なんで今月光仮面なんだ。手数料もいいけど、ああ簡単に事件を解決されたんじゃ俺たちの達成ってもんがないよ。しょうがないから俺たち警察官辞めて真面目に働こうかなあ、吉田巡査。はい。整備しとけよ。はい。
ちょっと、おい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 、誰になれる結構